はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作虚空遍歴その第22回2の5続きから、2階の元の座敷へ帰るとお夏が茶花を持ってき、すぐ午前にしますと言って去った。茶を一杯ゆっくりすすっている間にお夏とおぺことで膳を二つ運んできた。いつもの膳ではなく、祝儀に使う朱塗りに蒔絵のある方で、汁碗も同じ塗りであり、別に台に乗せた調子と杯が添えてあった。客膳のようだな、と昼夜が言った。他の座敷のじゃないか？お夏もおぺこも返事をしなかった。おぺこなどは丸い方を真っ赤にし、二人とも逃げるように去っていった。まさか。と昼夜はその膳を見守りながらつぶやいた。まさかお京がこんなことを。待つほどでもなく、襖を開けてお京が現れた。いつもの姿で化粧が少し入念らしく見えるほかに変わったところはなかった。昼夜が思った通り、彼女もその膳ごしらえは知らなかったと見え、座りながら不審そうに目を細めた。この膳、あなたがおっしゃったの？知らねえよ、と昼夜は答えた。お夏とおぺこが持ってきたんだ。お京は小さな歯で下唇を噛み、何か考える様子であったが、静かに微笑すると、お父さんだわ、とつぶやいた。そうつぶやいただけで、何事もなかったように昼夜を見た。お腹が空いたでしょ。腹は減ってるが。と言って昼夜は膳を指さした。これはどういうことだ？お父さんだと思うの。嫌だわ、お酒なんかつけて。お父さんがまたどうして？と言いかけて昼夜はドキッとし、目を見張ってお京へ振り返った。ゆんべのことか。お京は眩しそうに目を伏せた。お前そう言ったのか？お京はかすかに首を振った。いいえ。じゃあ誰か告げ口をしたのか？告げ口なんてするものはいやしません。お京は微笑しながら昼夜の目を見つめた。そんなことどっちでもいいわよ。すぐご飯になさる？それともお酒を少し上がりますか？待ってくれ。どっちでもいいなんて言ってる場合じゃねえ。おめえが話さず、誰も告げ口をしたのでないとすると、新助、いや、ゆんべのことをどうして親父が知ってるんだ？私の思い違いかもしれませんわ。思い違いとは何が？私がそう思っただけで、お父さんは何も知らないのかもしれないっていうこと。お京はいたずらっぽく肩をすくめた。どうしてそんなこと気になさるの？おめえはまたどうしてそう平気なんだ？昼夜はつい荒い口調になった。昨日会ったことはシャレや冗談じゃねえ。俺にもおめえにも一生の大事なんだぞ。お京はまた眩しそうに目を伏せた。それともお京は、と昼夜は続けた。俺が悪く酔っていて前後の分別もなしにやったとでも思っているのか？お京はゆっくりとかぶりを振った。その顔には奥の方から浮き上がってくるように嬉しそうな、またはおかしそうな表情が浮かんだ。私どんなふうにも思いやしません、とお京は柔らかに言った。私6つか7つくらいの時からあなたが好きだったし、この淵で一緒に寝起きしたこともあるし、お見えになればいつでもおそばから離れたことがないんですもの。あなたが今になってそんなにムキになる方がおかしいくらいよ。昼夜は赤くなった。赤くなるのが自分でもわかり、深く激しい悲しみのような喜びの衝動から、膝ですり寄ってお京を抱いた。あら。お京は喉で言った。お膳が倒れますよ。じゃあ、怒っちゃいねえんだな。抱く手に力を込めて昼夜は囁いた。昨日のことをお京は怒っていねえんだな。お京はうっと言った。力いっぱい抱かれたので息が漏れたのだ。
昼夜はその口を自分の唇で塞ぎ、また抱く手に力を入れた。今度もお経は、と言い、押し出された息が昼夜の口の中へ入った。お経は無理やり唇を離し、いやよ、と言いかけたが、そこを昼夜の唇に塞がれると、急に両手を彼の首に巻きつけ、まるで彼の唇を噛み切ろうとでもするように、顔を振りながら吸い付いていった。2-6、どうした？と昼夜が囁いた。震えてるじゃねえか。わからないわ。お経がキレギレに答えた。自分では震えてるつもりなんかないんだけれど。それから昼夜の胸へ顔を押し付けていった。なんだか少し怖いの。何が怖い？わからないわ。昨日は怖くなかったのか？お経は昼夜の胸でかぶりを振った。覚えていないわ。わからねえって？何にも覚えていないの。お経は肩を縮めた。あなたは？いいよ。彼はお経を抱き寄せた。落ち着くまで少しこうしていよう。彼の胸の中でお経はもっと体を縮めた。ヤグを囲んで一層の屏風が立て回してあり、屏風の外の暗くした暗頓の光は天井にぼんやりにじんでいるだけで、二人の顔はごくおぼろにしか見えなかった。山本周五郎作「虚空遍歴」その第22回、2-6、途中まで。2021年3月1日。